はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画では、エリカさんのミニマリスト生活について、そして片付け術だったりとかきっかけなどいろいろお話を聞いていきたいと思います。それでは、まずはじめに自己紹介をお願いします。はい、エリカと申します。ミニマリストになって8年で、好きなことを仕事にできて、趣味も思い切り楽しんでいます。はい。30代都内一人暮らしの美容ナースです。はい、インスタグラムでミニマリズムについて発信しております。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、先ほどですね、エリカさんのお宅のルームツアーを撮ってきまして、収納が少なく物が少ないと。で、あと資料がお好きっていう感じで。はい。で、かつ、そのミニマリスト生活の8年とおっしゃってたんですけど、結構昔から片付けとかはお好きな方なので、なぜそのミニマリスト生活に行き着いたのかとか、何を減らしたとか、実際シンプルな暮らしはどんな感じなのかみたいなのをいろいろ深掘っていきたいと思いますので、改めてお願いします。お願いします。はい。ということで、じゃあ最初に、片付けとか整理整頓についてをテーマにお話聞けたらと思うんですけども、そもそもシンプルな暮らしに憧れたきっかけだったりとか、もともと整理収納とか好きってことですけど、ミニマリストに行き着いたきっかけみたいなのもちょっと教えていただけたらと思います。はい。もともとなぜかわかんないんですけど、はい、整理収納っていうのが好きで、うんはい、お家のものを出して、うん、もうあれやこれややったりとかあと雑誌とか本を読んだりとかしていたんですけれど、はい、こんまりさんの本に出会って、うんうん、でこんまりさんの方法っていうのが、うんうん、私が知ってる整理整頓の方法とはまた全然違う角度からの方法だったので衝撃を受けて、でその後、はいはい、佐々木文夫さんの著書にも出会って。でミニマリズムを知ったっていう流れになります。そういうことです。一番最初はそれこそもう自流で整理収納をやってたみたいな感じ。そうですね。はい。でその後にこんまりさんのに衝撃を受けて、はい、いろいろ実践して、うん、最終的には佐々木文夫さんに行き着くわけじゃないですか。はい。結構減らすじゃないですか佐々木文夫さんのとかって。そうですよね。もちろんそのミニマルな暮らしっていろいろあると思うんですけど。はい結構物少ないじゃないですか。はい、なんか私にできるかなとか、こんなに少ないの無理とかっていうのはならなかったですか？最初エリカさんは。結構プラスのイメージでした。ここまで少なくしたいというか、どこに感動したというかありますか？はい、ミニマリズムに出会ってからってことですもんね。はい、そうですね。佐々木文夫さんの本と出会って多分ミニマリスト追求していくと思うんですけど、はいはい、なんか佐々木文夫さんの多分本とかどの部分に感動したとか、なんだろうな心動かされたというか、ありますか？ここっていうのをパッと思い浮かぶのは難しいんですけど、はい、結構物少ないから結構女性だとちょっと距離置きそうなイメージが確かにだからその辺抵抗なかったのかなと思って、はい、そんなに佐々木さんの方法を同じようにやろうっていう気持ちとかは、そこまでその当時はなかったとは思うんですけど、なんかその本と出会ったのと並行して、YouTube でその女性のミニマリストさんっていうのも見たりとかしてたので、そっちも参考にしつつっていうのがあったので、リアルな感じ。そうですね。そうですよね。はい、ありがとうございます。続いては結構もともと物が少ないみたいなお話ですけど、それこそこんまりさんの本と出会ったりとか、佐々木文夫さんの本読んでたりとか、その後女性ミニマリストの YouTube とか勉強して、物もちょっと減ったりとかはしてきたって感じですか？そうですね。はい。で、例えば片付けを減らそうと思った時に、なんか理想とか目標とかありましたか？こんなお部屋にしたいとか、こんな人生にしていきたいとか。はい。はい。なんかミニマリストとかそういう手放し関係の本たくさん出てて、でそのスーツケース1個でっていう本とかもあったじゃないですか。ありますね。はい。なんかそれを見てなんかちょっとやってみたい感っていうのはありましたね。目標は結構高いんですけど。そこ目指して最初はちょっとやってみようかなみたいな。これ目指して。はい。目指してはね、慣れたらいいなっていうか、そんな人もいるんだ、かっこいいなみたいな感じ。そうです、そうです。なるほど。いろんな本出てますからね。はい、ありがとうございます。で、あと昔のお部屋の状態はどんな状態だったのかっていうのを聞きたくて、それこそご実家暮らしの時だったりとか、一人暮らしとかもしなんか転々としてたらその時のお部屋の状態とかも知りたくて、例えばじゃあ実家暮らしの時っていうのは、物はもう本当少なめで整理整頓されてる感じでしたか？実家暮らしの時は物の量としては普通ぐらいなんじゃないかなとは思うんですけど、これ比べるのが難しいと思うので、本当ごく一般のっていう。はい。でご実家出られて、何回か引っ越しはされたりとかはしましたか？ここが一軒目とか。引っ越しは何回もしてますね。なるほど。でお引っ越しのタイミングでも多分何回か物減らされたと思うんですけど、どのタイミングで、例えば何歳とかでもいいんですけど、どのタイミングで結構ガツッと物が減ったかとかはありますか？一番減ったのは、3年前に地方から上京してきたんですけど、その時がなんか段ボール5個とかでなんか来てっていう記憶があるので、その時が一番少なかったかなと思います。それは段ボール5個にしようって意気込んでのなのか、結果的に5個になっちゃったとか、アイテムそういう理解したいから結果的に5個になったかな、どういう流れで5箱になったとか。自然になったっていうことですね。そうなんですね。めちゃくちゃ少ないですよね。むしろ何が入ってたんです？洋服とか、あと洋服入って日用品系とか。日用品系と。コスメ関係とか。なるほど。そういうことですね。なんなら今あるものとかでも5箱ぐらいでいけそうですね。ちょっと家電とか寝具は除いて、それ以外のもので言ったら5箱で本当収まるぐらいの減ったわけですね。はい、ありがとうございます。ちなみにその物が減ったタイミングとかで、なんか片付け、物減らすってなった時に、なんかどういう基準で減らしたとかはありますか？例えばですけども、使ってないものとか、新居に持っていきたくないもの手放しましたとか、はい。あとは何だろう、例えば転職した時にちょっと昔の会社の手放しましたよとか、なんかどういうものをそのガツンと減らした時にどういう基準で片付けたかみたいなのちょっと教えてほしいです。私の大きな基準っていうのが、1年以内に使っているかどうかっていうのと、あとは理想の生活に果たしてこれは出てくるのかっていうところと。あともう一つは買い直すかどうかっていう、なんかそういう大きな3つの視点を持ってやっているんですけど、絶対にそれとまで難しい。メインとしてっていう。そうですね。メインとしてはその辺がそういうことですね。でも本当片付け苦手な方とか、これから頑張りたいっていう方、その3つの基準に当てはめて1年以上。使ってないものを手放したりとか、理想の暮らしにあるかどうかとか、あともう一個何でしたっけ？あとはこれがなくしたとして買い直すかどうか、同じもの買い直す、同じ金額で。なるほど、大事ですね。はい、ありがとうございます。ではそうですね。続いて聞いてみたいことは、なんか今までに多分いろいろなものを手放してこられたと思うんですけど、減らしてよかったものをちょっといくつかご紹介していただけたらと思うんですが、いかがですか、エリカさんの場合は？減らしてよかったものは食器。食器なんか前多かったみたいで。そうです。食器たくさん持ってたんですよね。なぜか白い食器が本当に好きで、大学生の時に実家からたくさんなんか持って行ったんですよ。で、友達が家に来るので、その時に使ったりもしたんですけど、一回も使わなかったものとかもあって、それをあと手放したのは結構。身軽になった感じがしますね。白好きだからこそちょっとたくさんもらいすぎて、実家の方から。そうですね。好きなものってなかなか手放せない方って結構多いと思うんですよ。特に女性って結構食器が好きだったり、一人で洋服だったりとかもしますけど、好きなもの手放すって結構躊躇しなかったですか？なんかさらに好きなものに出会えたから、大丈夫だった。なるほど。大丈夫だったというか。手放せたってことですね。じゃあ好きなものを減らしたい方は、より一層好きなもの、お気に入りのブランドでも形でも、デザインでもいいから見つけたら、余分なものを減らして、少数制みたいになるよっていうことですね。食器減らしてみてどうですか？生活自体はなんか良かったこととか、便利になったとか、なんかその辺どうですか？効果というか。食器を減らしてみて、食器を食器として使うんじゃなくって、料理の時にボウルとか、あと調味料のために使ったりとかっていうのがあるので、すごい稼働してる感があって。なるほど、使ってるからね。そうです、そうです。大事。それは良かったかなって思いますね。いいですね。もう大好きなものだからこそ毎日使って良かったみたいな。やっぱりなんか使ってないものって。なんかちょっとそうですね。なんて言ったらいいんでしょう。そういうのがあるだけでもね、ちょっともやっとする方もいますしね。そうですね。はい、ありがとうございます。では続いてなんですけども、なんか途中で片付けこう挫折しそうになったこととか、まあ、片付け自体で失敗したこととか、なんかそういう経験とかエピソードってあったりとかはしますか？挫折ではないかもしれないんですけど、まあミニマリストさんだったらあるあるかなと思うんですけど、はい、なんか捨てることが目的になっていて、はい、で捨てるものを探す時期っていうのにぶつかった時に、あれなんかすごいもやっとするというか、私何やってんだろうみたいなっていう時がありましたかね。確かになんか捨てることが気持ちよくなったりとか、少ないがいいってなっちゃうと、なんか他に捨てるものないかなって探し回って、そこはどう乗り越えたんですか？なんかそれをなんか本か何かで気づいたんだと思うんですけど、捨てることによってでまあ、幸せになったりとか理想の暮らしを手に入れるためにやっているんだっていうのを、本か何かで気づいたっていう感じですかね。なるほど。だから一回その捨てることもちょっと制限しようというか、捨てすぎ注意みたいな感じで。そうです、そうです。はい、ということですね。ありがとうございます。これから減らしていく人、ミニマリスト目指してる人も、まあ、捨てることを目的にしないでくださいって感じですね。そうですね。はい。ありがとうございます。ちなみになんかその過程でなんか今までなんか捨てて後悔しちゃったものとかはあったりするんですか？最近なんですけど、香水を一回手放したっていうことがあって、ずっと愛用してる香水があったんですけど、なんかちょっと匂い変えてみようと思って他のをちょっと買ってみたんですよ。で結果また戻って買い直したっていうのがあったので、まあ、後悔というよりもなんか好きの再確認になるんですけど、なるほど。はい。なんでそういうことはありますね。そういうことです。ちなみになんでその新しく買い替えようってなった時に、残さなかったんですか？元々のものは。いや、元々のもののちょうど買い替えの時期だったんですよ。使い切って。なるほど。なんかちょっと違うの使うみたいなで手放して買い替えたらちょっと合わなかったみたいな、やっぱ違うかと思ってそういうことですね。前戻ったっていうのはありますね。まあそういうこともあるわけですね。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、まあ、片付け最後の質問なんですけども、まあ、片付ける上でなんか重要なポイントというか、視聴者さんに何か片付けのアドバイスとかがあればお願いします。手放す時になぜ手放すことになったかっていうのをちゃんと考えて手放した方がいいかなと思ってて、まあその方がまあリバウンドを防げるとは思いますね。なるほど。まあよく考えて、まあそうですね。なぜ手放すべきなのか、なんでこれ手放した方がいいのかみたいな。はい、のよく考えましょうと。はい、ありがとうございます。はい、続いてはちょっと今現在のシンプルなミニマルな生活についても深掘りしたくて、はい、まあ片付けてみて今だいぶ物少ないですけど、はい、なんか実際何がいいのかみたいな、はい、やっぱりねこのミニマリスト生活に対しては何が楽しいのって思われてる方もいらっしゃるかもしれないのでエリカさんご自身は何を楽しいと思ってるのかとか、まあ、物を減らして良かったこととかちょっとお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、物とこう向き合ってでいろいろ手放して見たことによって、まあ、自分の好きなものがもうはっきりと分かったっていうのが自分にとっては大きかったかなって思っていて、まあその自分の好きなものってこれも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 好きって思ってはいたんですけど、全部と向き合ってなんか手放すっていうか残すスピードが全然違ったりとかもしたんですよ。それで、まあ、美容がすごい好きなんだなとか、あと体を動かすことでスポーツが好きっていうのがもうはっきりと分かったので、でもちょっと勇気が必要だったんですけど、美容に関わる仕事に転職もできて、あとはもう休日はもうできるだけスポーツしたりとか、ゴルフですかね。そうですね、ゴルフしたりとかしてるので、まあ幸福度がすごい増したかなって思います。いいですね。まあ片付けによって自分と向き合って好き嫌いも分かって、でまあ嫌なものとかまあ不要なものを手放すと好きなものだけ残って、だからより一層なんか美容にフォーカスしようとか、体を動かすことが好き、ゴルフが好きってなってそこを突き詰めてきたみたいないうことですね。ありがとうございます。ちなみに片付け始めてみて一番最初に感じた、あ、意外に片付けていいじゃんとか、物減らすといいじゃんとか、なんかそういう一番最初に感じたメリットとかってありましたか？一番最初はもうなんか視覚的にすっきりしているので、なんか家での時間っていうのがもうどんどん好きになったかなとは思いますね。いいですね。おうち時間が好きになると。そうです。はい、ありがとうございます。では続いて、片付け中や片付け後、お金の使い方や生活費に変化はありましたか？お金の使い方に関してなんですけど、結構これはあったかなと思ってて、うん、なんとなく買うっていうことがなくなって、なんか以前は、いや、こんな高いもの買えないって思ってたものを、すんなりと買えるようになったりとか。なるほど。ちょっと余裕が出てきましたね。そうですね。っていうのはありますね。なるほど、うん。ありがとうございます。またね、ちょっと別の動画でね、生活費の紹介もさせていただきます。はい、では、続いてはそうですね、なんかすっきりしたお部屋を目指す上でとか、あと維持する上で、なんかご自身でなんか決め事というか、なんかそういうのあったりしますか？例えば定期的に片付けるとか、掃除するとか。決めたこと。はい。特にルールとかはないですか？ルールはないんですけど、私一人暮らしで、まあ、地方に家族がいるんですけど、まあ、家族もお片付けしたいって言って、まあ、一緒に片付けたりをするんですけど、家族のものには絶対に手を出さないっていう、まあ、当たり前ではあるんですけど、なんかその自分にとって不要なように見えるものっていうのが、その人にとってはまあ大切なものであるっていう可能性があるっていうことを絶対に忘れないっていうのを心がけてますかね。なるほど、はい、そういうことですね。ちなみにそのご実家ご自身のものはね、もともと平均的っていうお話でしたけど、まあ、例えばご兄弟とか、まあ、ご両親とか持ち物的にはどうだったんですか？それも平均的な感じ？持ち物は多いと思います。多かったかなと思うんですけど、私の、家に遊びに来てくれたりとかもするので、その時にこういう暮らししてみたいなとか言ってくれたりするので、もう何年もかけそう何年もかけて一緒に片付けていって。でもう今はもうすんごいすっきりしてます。実家もいいですね。実家もお父さんもお母さんもなるほどすっきり。最初お母さんに伝染するじゃないですか、こういうの伝染していって、で、まあ、実家に帰った時は一緒に片付け祭りみたいな感じでするんですけど、いいですね。でもその時も無理に相手のものに介入するとかじゃなくて、基本相手のペースだったりとか意向を尊重するみたいな。そうです、そうです。それがもう私も身についてきて、なるほど、もうなんかちょっと悩んでるものがあるんだっていうのがあったら、もうもうヒアリングばっかりしてます。いいですね。聞くって大事ですよね。なるほど。ありがとうございます。で、プラスちょっと聞いてみたいのは、まあ、こちらのお部屋とかにご両親が来るっていうお話だったじゃないですか。もう全然いい印象だったんですね。あ、いい印象ですね。なんか少なすぎないとか、お金大丈夫とか、なんかその辺はなんか言われたりとかはしなかったですか？僕逆に言われたんですよね。あ、そうなんですね。なんかお金、なんか買うお金ないのみたいな。そういうのは全くマイナスのイメージはなく、ご両親からは。うちは結構プラスのイメージでしたね。なるほど。いいですね。はい。だから片付けていただいて、そうですね。ご実家もすっきりしたということで。はい、ありがとうございます。では続いてなんですけども、こちらのお部屋の選ばれた理由というか、なんかそういうのはありますか？家賃が安いっていうのと、まあこの場所によるんですけど、家賃補助っていうのが出る場所なんですよ。会社さんから？そうです、そうです。はいはいはい。っていうのと、あとはまあ静かだったりとか、あと防音とオートロック。あとは収納の少なさっていうのがあるんですけど、ミニマリストじゃなくて、なるほど。なんかわかります？わかります、わかります。わかってくれます？僕も基本収納少ない方がいいんでね。やっぱ多いと増えちゃうから。はい。そうそうそう。なんかこのお部屋ともう一個悩んだお部屋があって、でほとんどまあ家賃とかも変わらないんですけど、まあ場所とか。一つ違うのが収納がめっちゃ多い部屋と収納がほぼないこの部屋だったんですよ。はい。で、なんかこっちがいいってなりましたね。なるほど。まあそれも物少ないからね、全然大丈夫だったんですよね。ミニマリストあるあるですね、きっとね。ああ、そうですよね。あってもね、まあ入れるものもないしみたいな。そうなんですよ。だったら収納なくして広い空間の方がね、圧迫されないし。ね、なるほど、面白いですね。ありがとうございます。では続いて、日常生活の中で何の時間が好きとかはありますか？私はゴルフしてる時間が圧倒的に好きなので、まあ練習もですし、ゴルフ場でラウンドしたりとかっていうのも好きですね。ゴルフ女子ですね。ゴルフ女子ですね。はい、ありがとうございます。例えば家の中で言うと、例えば何の時間が好きとかありますか？例えばお風呂入る時間、寝る時間とか、コーヒータイムとか、本読む時間とか。私お風呂には必ず浸かるので、お風呂の時間は。なるほど、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、そうですね、聞いてみたいこととしては、まあ、実際昔に比べると多分物減ったと思うんですけども、はい、暮らしぶりみたいなの変わりましたか？例えば習慣が変わったとか、まあ、趣味思考が変わったとか、時間の使い方が変わったとか。シンプルな暮らしになって、はい、好きなものが明確になったので、転職ができたので、まず、地方から引っ越してっていうのがまず一つと、仕事も、まあ、看護師ではあるんですけど、夜勤を手放すことができたので、今規則正しい生活っていうのをすることができたっていうのが変化ですかね。なるほど、そういうことですね。もう職が変わるって結構大きいですよね。そうですね。結構勇気はいりましたか？多分職種が変わった感じですかね。職種は変わりはしないんですけど、一緒なんですね。その地方から都心の方に。そうですそうです。まあでも地方にはその美容のクリニックはもうほぼない場所に住んでいたので、そうですそうです。いろいろ大変だったんですよね。そのアクセスとか。そうですね。なるほど。はい。転職は大変だったりとか、気持ちの面でもかなり勇気は必要だったんですけど、なんかやってみたら大丈夫だったっていう。なるほど。そういうことですね。はい。ありがとうございます。最後ですね。現在のシンプルな生活について最後の質問で、まあ、今現在の生活満足度だったりとか、あとまあ昔ちょっと物が多かった時の生活満足度とちょっと比較したくって、まあ、100点満点直感でちょっと昔の生活満足度、今のとちょっとお願いします。昔がまあ60点ぐらい。はいで今は80点ぐらいです。20点上がった。20点上がった。はい。その20点上がった理由はもう数ですか？ものの。なんか他にも要因とかがあれば。好きなものが分かったっていう。なるほど。はい。で今現時点は残り20点伸びしろがあるじゃないですか。はい。この伸びしろってなんですかね。転職をして今好きなことを仕事にすることができて、すごい幸せではあるんですよ。はい。でもその自分で時間をコントロールするっていうことが自分の幸せの基準に上がってきてしまったっていうところがあって、なるほど。そのフリーランスだったりとか、はい、そういう働き方をが憧れますね。そういうことですね。っていうのでちょっと伸びしろの20点をなるほど。働き方仕事事情ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。では続いて3つ目のテーマなんですけど、まあ、買い物だったり物選びについてもちょっと聞いてみたくて、はい、例えばその、まあ、今までのこのミニマリスト生活8年間で持ち物をアップデートさせてきたものだったりとか、まあ、買ってよかったアイテムだったりとか、まあ、ご自身が思う神アイテム的なものがあればちょっとご紹介していただきたいんですけど、どうですか？アップデートしたものはアクセサリーをアップデートさせたんですけど、なんか自分の好みのドンピシャなものっていうのがちょっとお高めだったんですけど、今まで持ってたものを手放して、今一番気に入ってるものっていうのをつけることができたかなっていうのがありますね。なるほど。アクセサリーも好きなんですね。アクセサリーも、まあ、このぐらいしか持ってないんですけど、片手ぐらいしか持ってないんですけど。そうですね。なるほど。ありがとうございます。あと例えば買ってよかったアイテムだったりとかはあったりしますか？買ってよかったのが、最近買ったんですけど、ヨガマットを新調しまして、それがヨガマットの畳めるやつ。ほう。くるくるそうです。それじゃなくて、もう綺麗に畳めるやつでこんぐらいになるのがあって、それが良かったですね。なるほど。やっぱ畳めた方がいいってこと。畳めた方が収納しやすい。確かに。丸めるとちょっと膨張しそうですしね。またなんか巻いたけどまた戻るみたいな。あ、そうですそうですそうです。ありそうですよね。確かにバンドかなんかで畳めないとね。その辺もじゃあコンパクトにしたかったっていう。ありがとうございます。あと、なんかそのルームツアーでもおっしゃってましたけど、基本も白基調でっていうのがまあこだわりだったりとか、あとまあ結構コンパクト系のものも多いですよね。大きすぎないものがっていう感じで。ありがとうございます。ちなみにその、エリカさんの買い物のこだわりというか、なんか判断基準とかもちょっと聞いてみたくて、まあ何でもいいんですけど、例えばデザイン系でもいいし、まあ迷ったら買わないとか、そういう買い物実的なものでもいいし、何かありますか？マイルール的なのとか判断基準とか。判断基準はですね、なんか身につけるものに関して判断基準っていうのがこうあるんですけど、自分が好きかつ似合っているっていうのが割と判断基準でありますかね。なるほど、まあ、実際じゃあそれにそぐわないものはもう基本買わなかったり、あと手放すみたいな感じで。なるほど、ありがとうございます。あと例えば家電系とか、寝具系とかでもそうですけど、まあ、多分ね、買ったわけじゃないですか、その以前に。そう、こだわりとしては一番何が上に来るんですか？例えば、値段なのか、絶対白は譲れないとか、大きさとか。寝具は絶対セミダブルがいいので、セミダブル、その大きさと、あと折りたためること。ああ、なるほど。まあ機能性っていう。そうですね。はい。他のものとかはどうですか？どういう価値基準で決めたのかなっていう。家電とかは。はい。色ですかね。色、絶対白みたいな。白がいいですね。なるほど、はい。汚れとかは気になったりとか、そういう不安とかはないですよ。なんか汚くなりそうかなとか。はい。はい。汚れは、まあシーツとかは汚れは気になるんですけど、それでも色を選んだので、まあ買い替えたらいい。あ、なるほど。間違いない。なるほど。まあそこは全然もうやりようによっては全然いけるから、まあ白に囲まれた暮らしがいいみたいな。そうですね。ありがとうございます。では続いて、今現時点でアップデートさせたいものとか、なんか気になってるアイテムとかはあったりしますか？私の家には防災グッズというのがなくて、まあ一応これ、名前忘れましたけど、ソネングラスがあってライトになるので、それがまあ防災グッズに入るんですけど、照明のみっていう。そうなんです、そうなんです。なので、その防災グッズをちょっと今年は何か買おうかなって検討してると。置き場所はどうしましょう？あ、置き場所はない。ちょっとね、収納が少ないがゆえのね、問題ではあるかもしれないけど、 そうなると何かが減るということになりますね。そうですね。今後の課題っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。防災グッズぐらいですか、気になってるものとか。防災グッズが気になってます。はい、ありがとうございます。では続いて、まあ、先ほどね、買いたいものとか気になっているものっていうテーマでお話ししてきましたけど、今度逆にですね、これ絶対買わないなっていうものとかがあれば、教えてほしくて、例えばですけど、僕だったら腕時計をしばらく買わないとか、財布は買わないだろうなとか、まあ、車も必要に迫られる以外はもう買わないだろうなとか、なんかあくまで現時点でいいので、なんかエニカさん的になんかこういうのはまあしばらくいいかなみたいな思ってるものとかがあれば。私は収納も買いたくないですかね。買いたくないんですね。買いたくないですね。まあ収納を増やしたら物が増えそうだなって思っちゃうので。なるほど。収納はちょっと。はい。わかりました。ありがとうございます。では続いて最後のテーマですね。まあ将来についてちょっと聞いてみたくて、まあ身軽な暮らしに今現時点になって、なんか将来どんな未来を思い描いているのかみたいなのはどうでしょうか。はい。持ち物に関してはもうどんどんその時に合わせてアップデートさせているかなと思いますね。はいはい。なんか人生についてとかはどうですか？人生についてはやっぱり大きな目標として、そのさっきも申し上げたフリーランスっていう働き方はすごい憧れるので、なるほど。もうこれは絶対叶えたいと思ってます。なるほど。それは今年なのか、まあ近々3年以内にとかなのか、なんか何年とか。もう決めちゃった方がいいですもんね。まあとも言いますしね。確かに。別に無理に決める必要は全然ないですけど、まあ目安としていつまでにとか何歳までにとかあるのかなと思って。目安としてはこの1年だとあんまり思い描けないんですけど、3年以内とかにはフリーランスで働いたりとか、仕事とその遊びの境目がなくなるようなことっていうのは叶えたい夢ではあります。いいですね。それをちょっと具体的にこうっていうのがあんまりこうまだ模索中っていうところがあります。そういうことですね。何を仕事にするかみたいなまだ未定みたいな感じですか？なんか美容業界は決まってるというか、例えばゴルフの仕事をしたりとか、そういうのは決まってたりとかはするんですか？あ、でも美容かゴルフか片付けとかミニマリスト関係かが今描ける3つではありますね。なるほど。まあ今まで自分が追求してきた部分ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。では続いて。ご自身の中で何か大事にしてるなんかモットーですとか信念とか価値観とかがあればちょっと教えてほしくて、これは別に何でもいいです。生き方でもいいですし、普段の日常生活、例えば最近朝起き気をつけてるとか何でもいいんですけど、なんかそういうのありますか？自分軸を忘れないようにしたいなと思ってて、割とこう人の目を気にしてこう生きてきたかなと思うので、はい。まあ他人軸じゃなくて自分の心を赴くままになったりとかね、そういった意味でもフリーランスになりたいってなるかもしれないですね。ありがとうございます。ではでは続いて、なんか直近の目標とか、課題でもいいんですけど、見直したい部分でもいいですし、2023年の目標とかでもいいですし、なんかそういうのありますか？結構家計管理に関してなんですけど、公共料金とかあと食費とかそういうところをもっと削減してやっていきたいなと思っているので、その辺ちょっと節約していきたいなと思いますね。なるほど。じゃあ、お金関係が今ちょっと課題っていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではでは続いて、ご自身にとってのなんか幸せみたいなのもちょっと聞いてみたくて、何か定義でもいいですし、価値観でもいいですし、こういう状態が私幸せみたいなのがあればお願いします。さっきも出てきた自分軸を忘れないことと、あとは感謝されることっていうのが生きてる意味みたいな感じかなと思ってますね。なるほど、そういうことですね。今なんか幸せに感じてることとかありますか？普段の生活の中で。普段の生活だと、やっぱり美容の施術をやったりとか、自分の接客で満足してくださったりとか、あとはあなたを指名したいっていう言葉はなんかすごいなんだろう、幸せを感じますね。喜びですね。はい、ありがとうございます。やっぱ物減ってからやっぱ幸福度みたいな上がりましたか？幸せに感じる頻度だったり。そうですね。上がりましたね。ですね。はい、ありがとうございます。そんな感じで僕からのインタビューは以上でして、最後動画のまとめでなんか視聴者さんにお伝えしたいこととかがあればぜひお願いします。はい、物と向き合って、どんどん手放していったりすると身軽になって、行動力が増したりとか、あとは挑戦できるようになったりとか、浪費が減るとか、なんかミニマリストになるメリット丸線みたいな感じのを結構見たことがある方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、それを知っているっていうのとやってみて自分で実感するっていうのは全然違うと思うので、やってみたいなってちょっと興味があるなっていう方がいたら、ぜひ取り入れてみたらいいなって思います。そうですね。はい、やってみないとわかんないこととか、その人で感じるメリットもね。そうですね。それぞれですもんね。そうですね。はい、ぜひ皆さんも第一歩踏み出してみてほしいなと思います。で、最後の最後、エリカさんの SNS のリンク概要欄に貼っておりまして、発信内容としてはミニマルな暮らしっていう感じで、あとプラスゴルフ女子募集してるじゃないけど、なんかコミュニティを具体的にちょっとお願いします。ゴルフを始めて、ゴルフ女子のつながりを、作りたい、ゴルフ女子の輪を広げたいっていう強い気持ちがあるので、もしゴルフしてみたいけど周りにゴルフ女子が少なくって、でゴルフ女子の友達が欲しいっていう方がいらっしゃったら、イベントとかも開催しているので、ぜひ DM とかで声をかけていただけると嬉しいです。ありがとうございます。なかなかね、ゴルフだと女性が少ないイメージがあるんでね、やっぱそのね、一致団結じゃないけど、やっぱ交流があると嬉しいですしね。はい、すごい楽しいですね。確かに。はい、ありがとうございます。もし興味ある方はね、下の概要欄から DM を送ってみてほしいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。